方々前後しておりますが、続きまして七海ひろこ候補ご紹介申し上げます。はい、それでは七海ひろこ候補、新人東海実業団公認七海ひろこ新人、それではよろしくお願い申し上げます。新宿駅西口ご利用中の皆様、そしてお集まりの皆様、そしてインターネットで見ている皆様も、こんにちは。こんにちは。ありがとうございます。今回の東京都知事選挙立候補させていただいております、幸福実現党の七海ひろこと申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。七海ひろこ、東京で生まれて学生時代、そして社会人時代、多くの時間をこの東京で過ごしてまいりました。今回31歳、初めての都知事選のチャレンジでございます。この無名の新人の私ではございますが、街頭でお会いするたびに、頑張って若いあなたになってほしい。そしてインターネットの中でも、ツイッターや SNS でたくさんの激励の言葉、そして取り上げてくださるマスコミの皆さん、心の底から感謝申し上げます。この場をお借りして本当にありがとうございます。ありがとうございます。七海ひろこ、今回の東京都知事選、本気の思いで立ち上がりました。なぜならこの東京にとって、そして日本にとって、この4年間の東京の都政というものが正念場だと考えたからでございます。ありがとうございます。この通りいただきました。そうなんです。そこで私七海ひろこ、この東京を世界でナンバーワンにする、そのための東京ナンバーワン宣言を掲げさせていただいております。ありがとうございます。この政策、実は中身がめちゃくちゃ詰まってございます。ですので今日はその中の大切なポイントをお伝えさせていただきたいと思います。基本的な方針は、税金を安くする、そしてたくさんのがんじがらめの規制を突破する。これによって新しい富をこの東京からじゃんじゃんザクザク生み出していく、それが七海ひろこでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今通り過ぎている皆様もぜひ後で動画でご覧くださいね。さあ行きます。この税金を安くするという問題、まずはこの東京の法人税、そして固定資産税、これらを免減していくということは、減免していくということはもちろんのこと、今サイトの方でも話題にしていただいています、消費税 5% 特区構想、これを掲げさせていただいているのは七海ひろこただ一人でございます。ありがとうございます。この消費税 5% というのは、実は一番どの世代にありがたいか、つまり消費税 10% になると一番きついという世代は、実は年金で今お暮らしの方々でいらっしゃいます。この世代を守るためにも消費税を 5% にさせていただきたい。でも同時にこの東京都政において、実はこの問題とっても重要でございます。何かと言いますと、この東京都税収、この税収の半分は実は法人税、法人2税といわれる法人事業税12税、これで成り立っております。しかし去年、実は恐ろしい試算が出ているの皆さんご存知でしょうか。
消費税が 10% に上がったら、この東京都の税収、この景気に変動されやすい影響を受けるこの東京都の税収が、消費税が 10% になってしまったら、なんと何千億も吹っ飛ぶ。これが実は去年のうちから出ている試算でございます。これ都民の私たちのサービスに直結する問題、これを絶対に止めるために、この東京都、ここにおいては 5% の特区を実現して、この東京にあるすべての会社の皆様、企業の皆様に元気になっていただく、そして働いていらっしゃるご主人のお給料が増える、ご主人からもらうそのお小遣いも増える、働く女性の給料も増える、そんな東京都、中にひろこと皆様の一票でどうか実現してまいりたいと思います。ありがとうございます。そしてこの東京で土地をお持ちの皆さんや多くの皆さんがお困りでいらっしゃるこの相続税の問題もございます。本当に残念なことに皇后陛下の美智子様のこの御ご実家も相続税、この仏能によって今根室の日の日は公園になっていらっしゃいます。この相続税の問題、ここでお悩みの皆さんの声をたくさんお聞きしてまいりました。この相続税の廃止も国に求めてまいりたいと思います。これらによって、この東京によって、東京都において働く人たちが報われる、そして東京にいたら世界一リッチになれる、そんな東京を皆さんと一緒に作ってまいりたいと思います。ありがとうございます。さあ、ここからが大事なところでございます。私、七海ひろこ、実は本当に大きなチャレンジをさせていただきたい。それは規制を緩和するということでございます。この規制を緩和するとどんないいことが起こるのか、まず東京都の抱える問題、待機児童の問題、これ皆さん今回の都知事選で七海ひろこにお託しいただけましたら、この待機児童必ずやゼロにしていく、その政策を掲げさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、これをどうやって実現するか、これ今この東京都本当に頑張ってくださっています。保育所は毎年増えているのでございます。しかし働く女性も同時にもっと増えているからこそ、今この保育所が足りなくなっている。8000人以上のお子様が、またそれ以上とも言われるお子様が、そのご家族がお悩みでいらっしゃいます。でも実は幼稚園は余っている。さあ、これどうしましょう。幼稚園の中で保育の機能を持っていただいたら、この問題は本当は解決するのでございます。しかし幼稚園を管轄しているのは文部科学省、そして保育園を管轄しているのは厚生労働省。このガラスの壁があるために、縦割り行政があるために、この私たちの都民にとって保育の問題、待機児童の問題が緩和されていないのでございます。そうだ、ありがとうございます。そしてこの保育に関する問題、さまざまな姿勢、滑り台が絶対ないといけない、さまざまな問題に対して、ここに安全性、命を守るこの安全性以外の部分は基本的に手を緩和する。そして届け出制、許認可制ではなくて届け出制にすることによって、そしていろんな保育の子育て経験のある皆様にも保育に参加していただき、そして事業所内にも託児所を設置してくださった企業、臨時に開放していただいたら優遇税制をかけていく、そんなことも考えさせていただいている七海ひろこでございます。ありがとうございます。さあ、ここからがもっと大きな問題にもなってまいります。もう一つ取っ払いたいこの規制がございます。それは皆さん、この新宿の空見上げてみてください。まだまだ広い空がございます。これ実は空中圏と言われているもの。東京、この東京都23区内、たくさんビルがありそうに見えて、実は平均すると 1.3 階建て、ニューヨークのマンハッタンは20階建て。そう、この東京都、世界最高峰のこの建築の技術、震度6でも7でも揺れない免震の技術、耐震の技術で、この東京都、新しい超高層都市を皆さんと一緒に作ることによって、どの世代も安くて広い家に住むようにできるようにしてまいりたいと思います。ありがとうございます。今回の都知事選、七海ひろこに投票していただけましたら、皆さんが数年後に住んでいらっしゃるお家は、もう何十階建てのビルのマンションの35階、45階、そんなところに住んでいる暮らしをどうか実現しようではありませんか。ありがとうございます。そしてこの
何に強いかといったら防災に強いのでございます。低いお家、木造のお家はいざ地震が来たら実は一番被害が受けやすいところでございます。ここに対してこの都市設計を進めていく新しい都市づくりをして防災に強い都市を作ってまいりたいと考えております。そして皆さん、これからの4年間、4年後、2020年には東京オリンピック、パラリンピックが控えております。皆さんのたくさんの夢が4年後に向かって花開いていきます。でも、七海ひろ子はこの4年後だけではなくて、その先の未来まで見据えて、このたくさんの競技場やさまざまな設備、施設の利用を今から考えさせていただいております。オリンピックの以降リセッションが起きるなんて七海ひろ子は絶対にさせません。どうかこの東京がニューヨーク、ロンドン、パリを超えるその世界ナンバーワンの都市、一緒に作っていこうではありませんか。ありがとうございます。さあ、でも30代で何ができる、そんなお声をいただくこともございます。しかしこの30代同じ世代にたくさんの悩み聞かせていただきました。東京都において実はこの若さというものは未来に対する責任でもございます。今東京で上の世代、高齢世代に使われているお金は2000億円、しかし若い世代に対して使われているこの予算1500億円でございます。このシルバー民主主義と言われている時に、この若い世代の声をしっかりと都政に届け、この若い世代が元気になることによって上の全ての世代をも生涯現役社会、一人一人、都民の皆様一人一人が輝いていく、この世界ナンバーワンの都市を七海ひろ子と皆様の一票一票でどうか作っていきたいと思います。お立ちください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。七海ひろ子でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。だいぶ演説会の方も進行が進んでまいりまして、残すところ、あと4名の候補者の代表演説を残すのみでございます。東京の法人税、そして固定資産税、これらを減免していくということは、減免していくということはもちろんのこと、今会長の方でも話題にしていただいています。消費税 5% 特区構想、これを掲げさせていただいているのは七海ひろ子ただ一人でございます。ありがとうございます。この消費税 5% というのは実は一番どの世代にありがたいか、つまり消費税 10% なんて一番きついという世代は実は年金で今お暮らしの方々でいらっしゃいます。この世代を守るためにも消費税を 5% にさせていただきたい。でも同時にこの東京都政において実はこの問題とっても重要でございます。何かと言いますと、この東京都税収、この税収の半分は実は法人税、法人2税といわれる法人事業税、住民税、これで成り立っております。しかし去年実は恐ろしい試算が出ているの、皆さんご提言してまいりたいと思います。ありがとうございます。そしてこの東京で土地をお持ちの皆さんや多くの皆さんがお困りでいらっしゃるこの相続税の問題もございます。本当に残念なことに皇后陛下の美智子様のこの御ご実家も相続税、この仏能によって今根室の木の庭公園になっていらっしゃいます。この相続税の問題、ここでお悩みの皆さんの声をたくさんお聞きしてまいりました。この相続税の廃止も国に求めてまいりたいと思います。これらによってこの東京によって東京都において働く人たちが報われる、そして東京にいたら世界一リッチになれる、そんな東京を皆さんと一緒に作ってまいりたいと思います。ありがとうございます。さあ、ここからが大事なところ。東京の法人税、そして固定資産税、これらを減免していくということは、減免していくということはもちろんのこと、今会長の方でも話題にしていただいています。消費税 5% 特区構想、これを掲げさせていただいている。
のは七海ひろ子ただ一人でございます。ありがとうございます。この消費税 5% というのは実は一番どの世代にありがたいか、つまり消費税 10% になると一番きついという世代は実は年金で今お暮らしの方々でいらっしゃいます。この世代を守るためにも消費税を 5% にさせていただきたい。でも同時にこの東京都政において実はこの問題とっても重要でございます。何かと言いますと、この東京都税収、この税収の半分は実は法人税、法人2税といわれる法人事業税、住民税、これで成り立っております。しかし去年実は恐ろしい試算が出ているの、皆さんご提言してまいりたいと思います。ありがとうございます。そしてこの東京でお家をお持ちの皆さんが、多くの皆さんがお困りでいらっしゃるこの相続税の問題もございます。本当に残念なことに皇后陛下の美智子様のその御ご実家も相続税、この仏能によって今根室の木の庭公園になっていらっしゃいます。この相続税の問題、ここでお悩みの皆さんの声をたくさんお聞きしてまいりました。この相続税の廃止も国に求めてまいりたいと思います。これらによって、この東京によって、東京都において働く人たちが報われる、そして東京にいたら世界一リッチになれる、そんな東京を皆さんと一緒に作ってまいりたいと思います。ありがとうございます。さあ、ここからが大事なところ。